そうしまして、バスがねちょっと変わりました、またこのバスも今日と明日2日のみということにはなりますけれども、まあ、あの2日間のお付き合いとなります。運転手さんクルトさんです。どうぞよろしくお願いいたします。グッデモーゲン。Next stop, Gstaad. 皆様。
あこの地図でもご確認いただきましたように、ほぼスイスの中央に位置をいたします、まあ、このインターラーケンから、ぐーっとですね、西の方へとこのゴールデンバスラインを利用いただきまして、ここモントルまでですね、いらっしゃったわけでございます。これまた乗り継ぎが一度増えて、少し皆様にはね、ご迷惑をおかけいたしました。まあ、この昔からですね、あります、このホテルなんですけどもね、ほとんどが、いわゆる湖側を向いているという、ホテルがたくさんですね、立ち並んでおりまして、まあ、この美しい、風景と、そして、まあ、こういった山も近くございますし、これから参ります。本当に右ね、たわわに、まあ、本当見事ですね、チューとね、実がついているようでございますが、まあ、このブドウも幸せですよね。こんなに美しい風景を見ながら育つわけですから、そりゃ美味しいワインができ。湖をやはり入れて撮るとやはり紫苑城らしいお写真が撮れますが、それはこれをちょっと降りていただいたら向こう側まで出るほどになって、だというのも、頷ける気がいたします。まあ、今はね、ご覧の通りやはりこのブドウの栽培が、重要な、まあ、この産業の一つとなっているバルティニの町、皆様の右手眼下に広がっております。